人生に解放の瞬間を。コメスクニコのミュージカルインザライフ。夢は自分で作り出せ。誰もそんなこと教えてくれないけど、焦ることが正しい、苦しむことは美しい。1週間ぶりです。お元気ですか？コメスクニコです。8月30日日曜日のミュージカルインザライフ、もう8月も最終日じゃないや、明日までありますね。8月ももうそろそろ終わってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？もう熱中症などかかっていませんか？もう私は熱中症ちょっと通り越しても慣れちゃったなみたいな感じなんですけど、もう本当に内地の方ではね、まあ、沖縄以外のところでは本当に40度超えとかのところもいっぱいあるみたいなので、皆さんも本当に熱中症に気をつけて、コロナとかもやっぱり怖いんですけど、本当にソーシャルディスタンスを取れるところではマスクとかも外しつつ過ごしてくださればなと思います。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、失礼しました、本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ。この番組はミュージカルという芝居、歌、ダンスが融合した総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するパーソナリティコメスクニコが紹介、発信していく番組です。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか？ということで、もう8月も終わってしまいますね。まさきも言ったんですけど。もう8月ですね、もうあっという間すぎて、私の職場、小学校だったので、もう、なんて言うんだろう、自粛期間、なんて言えばいいのかな。もう4月、5月の自粛期間のおかげで、8月の、まあ、8月って大体、まあ、短くても二十何日とかまではあるじゃないですか。もう8月の10日くらいまででぶった切られまして、もう8月の11日火曜日からはもうすでに登校が始まっております。でもやっぱりコロナっていうのがちょっとあれ怖いっていうのもとかもあって、午前中は授業をしで、まあ、今週から給食も始まって、給食を食べて掃除をして帰るみたいな感じなんですけど、まあ職員はね、私たちは大人はもちろんその後も定時まで仕事はあるんですけれども、もうなんかね、ちょっと何し、なんだろうな、担任の先生の方々とかはやっぱり4校時もすごい忙しいと思うんですけど、私どうしようかなみたいな時間をちょっと過ごしながら、先生方の手伝ったり、ちょっと自分の勉強とかやったりいう日々を過ごしております。まあ9月にはまた通常通りに戻る予定らしいので、またまあ明後日以降はいつも通りというか、6月7月と同じような感じになっていくのかなって思うんですけど、そうだですね、今日はですね、ちょっと作品のご紹介の前に、ちょっとだけ今口頭なんですけど、告知がありまして、9月の27日だよ、に、確か27日だった。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あった、うん、27日。9月の27日に、沖縄市の結婚式場 NBC っていうところで、なんと、ミュージカルライブをやることになりまして、イエーイって言っていいのかわかんないんですけど、
このコロナの自粛とかもいろいろあって、なんかもうエンタメ業界もドーンって落ちて、なんかこういう、なんだろう、結婚式とか、こういう、まあ、観光とかももちろんなんですけど、こういう産業がいろいろもう、なんだろう、自粛で立ち行かなくなっているところがありまして、で、そこでちょっと手を提携して何かやろうっていうことになりまして、それでもう、県内のこのエンタメに関わる方々にいろいろ声をかけて、その、まあ、主催をしている方がいる、普天間由里さんという人がいるんですけど、その方が、いろんなエンタメ業界の人たちに声をかけて、で、スタジオパフォーにも声をかけていただいたってことで、ミュージカルライブ、1時間くらいのライブを計画しているんですけれども、感染ね、9月27日だから、自粛終わってるかなみたいな、ちょっと微妙な感じなんですよ。終わってってほしいし、やっぱりちゃんと練習も、まずソーシャルディスタンスとかちゃんと取ったり、リモートでやったりしながら、できることを今頑張ろうってやっているんですけど、まあ、大丈夫かなっていうのもちょっと不安もありつつ、もう、みんなで、なんかこういうコロナの状況だからこそ、元気づけられるようなものを作りたいっていう、みんなが明日からまた頑張ろうって思えるような作品にしたいねっていうふうにみんなで作っているので、もし自粛が明けていろんなところに行けるようになっていたら、ぜひ見に来ていただきたいと思います。これは、ちょっとね、昼夜公演であるんですけれども、今ね、ちょっと申し訳ない。手元にちょっとチラシがなくてですね、昼の2時からと7時から、夜の7時からっていうのだけ今お知らせしておきます。で、沖縄市の NBC っていうところでやる予定ですので、もし自粛が明けていたら、皆さんぜひ見に来てください。はい、ということで、ちょっと長い告知でした。はい、では改めて今日ご紹介するのは、私先週かな、メリーポピンズをご紹介したと思うんですけれども、なのでメリーポピンズリターンズを見ようかなって思ったんですけど、その前にウォルト・ディズニーの約束っていう映画がその前に公開されたじゃないですか。あれはメリー・ポピンズの作者の方とこのウォルト・ディズニーがどうやって映画を作っていったかというか、そのメリー・ポピンズ最初は絶対に映画化させない、上映させないって言ってたものから、どうやって映画を作り上げるまでに至ったのかっていう映画があるんですよ。半ドキュメンタリーじゃないんですけど、なんか、ま、ドキュメンタリーを元にした脚色ですみたいな、そういう系の、映画があるんですけれども、それを、まずは見てみて、それからリターンズを見ようと思って、なので、今日はウォルト・ディズニーの約束っていう映画をご紹介したいと思います。これは、ミュージカルではないのかな。どっちかっていうと音楽劇みたいな。それも本当に、メリーポピンズの曲使われている、それこそチムチムチェリーとか、なんていうか、スーパーカリフライジリスティックエクスピアリドーシャスっていう曲とか、まあその他にもいろいろな曲が出てくるんですけど、それを作る過程、作っていく時の過程だとか、どういうふうに意見をぶつかり合わせて、で、ちょっとずつこのなんだろう、これならいいでしょうっていう、まあ、妥協点って言ったらあれなんですけど、すり合わせていった過程とかをいっぱい描いていて、それの中で曲もピアノを演奏して曲を歌って見せて、それを作者の、まあ、パメラ・トラバースっていう女性が主人公なんですけど、そのパメラ・トラバースっていうメリー・ポピンズの作者に見せて、
まあ、これはどうですかみたいな感じでやっていくっていうのだったんですよ。で、うん、一番最初はもうこのトラバース、まあ、トラバース夫人って、まあ、自分自称もしているし他の、まあ、周りの人にもそう呼ばせる作者トラバース夫人が最初はミュージカルは絶対ダメみたいな感じに言ったりとか、なんかアニメーションはアニメーションにしたら映画化させないみたいな、あの絶対実写にしてっていうのとかがあったりするんですよ。で、もう私これを最初の15分20分くらい、最初の序盤のところは本当にこれ なんだこれって思ってもうやることなすこと否定みたいな感じだったんですよ。だから逆にメリーポピンズの原作ってどんななのみたいな、結構最初否定してたところとかの特に曲とかこんな感じのじゃないみたいな全部言って、後々映画の中にちゃんと組み込まれてるんですけど、もうメリーポピンズっていう1995年の映画にはちゃんと入ってるんです、要素として入ってるんですけど、もう一番最初はことごとくそれらをノーって言うんですよダメ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 みたいな感じだったので、もうメリーポピンズってこんなんだっけみたいなどんなんだっけみたいな感じで思って、から、うん、なんだろう、これどうやって映画にしたのって本気で思うくらい、もう全然意見が噛み合わずで作者の許可ももらえずみたいな感じだったんですよ。じゃあ原作者がある作品っていうのは原作者が OK って言わないと、この作品制作したりとか上演したりっていうのはダメ、まあ今もだと思うんですけどダメで、だからこのパメラ・トラバース夫人がノーってダメって言ったらもうダメなんですよ。もう契約書を2サインしないで、もうちゃんと私の要求意見を飲んでくれるんだったらこれにサインして、この映画化権を権利を渡しますっていう感じで、本当になんかなんだろう、私のやるなんか要求を飲まないと絶対作らせないみたいな感じだったんですけど、ここまで聞いたらだいぶ作者がすごいなんていうの、わがままって言ったらあれですけど頑固な女性に見えるじゃないですか、まあ、実際頑固なんですけどでもこの映画のおーって すごいと思ったところは、この映画を制作している過程とを同時にじゃないなと並行して、なんかところどころで、このトラバース夫人のなんかメリーポピンズの元となったっていうのかな、トラバース夫人の幼少期の記憶が随所で出てくるんですよ。なのでそれちょっと言いたいですけど、一旦 CM を挟んでまた後半にお話ししたいと思います。それでは後半に行きたいと思います。と前半で、まあ、こんな感じのものだよだったかなっていうのとまあ、トラバース夫人の幼少期の記憶がまた作品の中に出てくるっていうのをお話ししたんですけど、もう本当にメリーポピンズのキャラクターというか描写って言っていいのかな、もう要素要素がすごい幼少期の思い出というか記憶の記憶がすごい反映されてるんだなって思うことが、もうどんどん見ていくうちにどんどん分かっていって、で
このメリー・ポピンズっていう人、なんて言えばいいのかな、このパメラ・トラバスっていうトラバス夫人にはとても大好きな父親がいて、で父親がとっても子供の心を持った大人って言っていいのかな、本当に少年みたいな、子供に空想とか魔法の世界とかっていう感じのことを話して聞かせるくらいにとても心が若いって言っていいのかな、なんかちょっと言い方がわかんないんですけど、もう本当に子供の感性を持ったお父さんって言っていいのかな、なんですよ。でこのお父さんが一家を連れて、このトラバース夫人も連れて、イギリスからアメリカに移住するみたいなところで始まるんですよ。でもう移住した先の土地がなんていうのかな、もう西部劇じゃないけど、あんなに殺伐としてないけど、なんかもう草原じゃなくて、なんか塀の野原じゃないな、あれちょっと乾燥した土の地面が続くみたいなかところに、一軒だけポツンって立ってる家に引っ越すっていうところから始まって、でお父さんはこの家族5人かな、家族自分も合わせて5人を養っていくために、その移住先アメリカの銀行で働くんですよ。で銀行ので働いて、いい位置、新人とかまで行くらしいんですけど、お父さんがともと、もう感性がとても若い感じの、もう本当に、なんていうのかな、揉まれて、社会に揉まれてない感性持っててる人だったんですよ。本当に、こうやったら、妖精が来るよとか、私の王女様とか、娘に、トラバース人に、を、私のか、最愛、何だったかな、言い回し忘れたんですけど、可愛い王女様みたいな感じのことを言ったりする、ある意味、ひょうきんにも見えな、父親だったんですけど、もう、その父親が、どんどん、月日を経ていくうちに、もう自分がやってる仕事、この銀行の仕事っていうのと、自分が本当にやりたいじゃないけど、この自分の持っている感覚とか感性とかがどんどん引き離れていって、でもうこのどうしようもないこの乖離っていうのかな、分裂にもう耐えられなくなって、最初本当にたしなむ程度だったものがどんどんアルコール中毒になってしまうんですよ。でそれをこのトラバース夫人、幼いパメラ・トラバースも見ていて、でお父さんがどんどん先に溺れていってしまうのも、家庭もこのパメラは見ているんですね。ギンティってお父さんから呼ばれてたんですけど、幼いギンティは見ていて、でもうそれでもうお父さんがもうアルコール中毒になって体をもう壊してしまう、血を吐いて体を壊してしまうんですけど、そこのまで行ってしまうまでの過程をどんどん見ていて、で実はお父さんちょっと亡くなってしまうんですけれども、その亡くなってしまうまでの過程もずっと見ていって、それが冒頭の、それが一番最初の冒頭の何色は嫌とか、この果物だけはごめんみたいな、ごめんだわみたいな感じのものに返ってくるんですよ。で、なるほど、だからかあんなこと言ってたんだっていうのが
分かるっていうのもあるんですけれども、だからその中でトラバース夫人っていうのも本当は本名じゃなくて、まあ、ペンネームとも違う意味でトラバース夫人って使ってたんですよ。このパメラ・トラバースっていう人は、まあ、本名はヘレン・ゴフっていう女性で、まあ、おそらく多分結婚もしてないんじゃないかなって思うんですけど、それでもトラバース夫人っていう名乗る理由だったりとかが後々後半のもう最後の 2,30 分くらいの間に出てきたりとかして、うん、それがねもう心痛いっていうかえぐりますよね。だからもうなんだろう なんだこれっていう感想からどんどんちょっとずつ、あ、こうやってちょっとすり合わせながら作っていったんだなっていうところから、こんな過去があったんだっていう感想になり、もう一番最後のところでは、もう完成、映画が完成して、試写会、披露会みたいなのがあるんですよ。その時に、なんていうのかな。この出来上がったメリーポピンズの映画をみんなで見るんですよ。で、そのトラバース夫人も試写会に来て見るんですけど、もう、このお父さん、バンクス氏、そのメリーポピンズではバンクス氏が一回首になりかけるじゃないですか。先々週ご紹介したと思うんですけど、一回首になりかけるんですけど、もうその時の後ろ姿とかね、銀行に行くまでの道のりだとか、もう、ちょっと、もう画面のトラバース夫人も泣いてたんですけど、私もちょっと泣きましたよね。本当になんか、もう、本当に一人ぼっちの後ろ姿とか背中が、もう悲しくて。やばいって思いました。で、もう、そうなんですよね。とかで、本当に、まあ、ウォルト・ディズニーが作風品の中で言ってたんですけど、バンクス氏、本当に、メリー・ポピンズは子供のための、子供たちの物語じゃない。本当に救いたかったのはバンクス氏だって言ってたんですね。そのバンクス氏っていうのは、もうトラバース夫人のお父さん、君の父親だっていうことを言ってたんですけど、もうそれを見た上で映画を見たらもうちょっとね、ちょっと胸が痛くなりましたよね。でもう、だから、なんかね、もう、あれを多分、リターンズをそのまますぐ見てたら、多分知らなかったであろう事実とかだったり、こういう作品への思いとか、まあ、噂とか豆知識くらいでしか知らなかったメリー・ポピンズの、この映画化するまでの、このいろんな20年間みたいなものを見たので、なんか、あ、また違う視点で見れるなと思って、見るようになる作品だなって本当に思いました。で、これ、邦題、日本語のタイトル、映画タイトルでは、ウォルト・ディズニーの約束っていうタイトルなんですけど、もう最後のね、タイトルなんちゃらみたいな、一気に名前とかバーって出るやつに書いてあったのが、セイビング・ミスター・バンクスって書いてあって、もうそれもうわーってなって、そうだよなーって思いながら見て、で、なんかもう、息だな、息じゃないや、もう心憎いなーって思いましたね。もう何て言うんだろう。お父さんも、この、事実の記憶の中では、もう自分の仕事と自分のやりたいことっていうのを
生き方っていうのに悩まされて、もう、アルコール、酒に、溺れてしまって、溺れるっていうのも嫌だな、なんか、お酒をもう大量に飲むようになってしまって、もう苦しいから紛らわすために飲むようになって、それで、もう体まで壊してしまって死んでしまうっていうお父さんを、なんか、助けたくてじゃないけど、なんて言ったらいいのかな。そういうお父さんを、なんて言ったらいいんだろう、受け入れるじゃなくて、許すじゃないな。そう。はい。を、なんかバッドエンドじゃない形でお父さんを幸せにしたっていうのがメリーポピンズなので、なんかもうそういうのを見て改めてリターンズ見ようって思いました。はい。なので、ちょっと来週はね、特にないんですけど、再来週に、なんか、どうしてもこれっていう作品がなかったら、メリーポピンズリターンズをご紹介したいと思います。はい、それでは後半はこの辺で終わりにします。メスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間が来てしまいました。今日は9月27日に開催される予定の、ミュージカルライブ、結婚式場 NBC でやるミュージカルライブをちょっとご紹介して、その後、メリー・ポピンズじゃないの制作秘話みたいな、ウォルト・ディズニーの約束っていう映画を紹介しました。なんかね、もう、はーってすごい、ちょっと、久しぶりに、すごい映画見て、ちょっと感動して泣きましたよね。だから、まあ、この、ウォルト・ディズニーの約束見たから、また、ギターンズの方でも何か発見があったりするのかなと思いつつ、はい、な、ご紹介でした。それでは、今週はそろそろおいとましたいと思います。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、イスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見、ご感想などがありましたら、FM 那覇アットマーク、ちょっと待ってよ。780@ fmnaha.jp までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。Thank you for listening. Good night and sweet dreams.